ブクチャンネルです。今回はペルー戦についてお話ししたいなと思います。あとはエルサルバドル戦とペルー戦でね、まあ、6月シリーズということで、通してのお話はしたいなと思っております。まずゲームに関しては非常に良かったですね。もちろんね、ペルーがもう少しこう、レベルも 上がってればよかったかなというふうには思いますが序盤、相手のシステムの違いとかこうボランチの脇を使われて、えー、センターバックが出るのかっていうところをね、こう戸惑った部分っていうのはありましたが、まあ、10分ぐらい過ぎてですかね、しっかりと対応ができ旗手選手が下がることによってダブルボランチでその穴を埋めたりとか。 後ろを切りするようにして、えー、センターバックとのおーマークの受け渡しをしたりとかそこの意識は非常に出てきたんじゃないかと思いますこの対応はね早かったと思いますねそして、まあ、この6月シリーズで、まあ、前回も話させていただきましたけども守備の面でどういう構築をしていくのか、まあ、してきているのかということは見ていきたいということで まあ、エルサルバドル戦が10人になったことでなかなか試すことができなかったというところはありましたがうん今回のペルー戦は選手の距離感は非常に良かったですうん古橋ワントップうんそして三苫と伊藤で、えー、相手のねススリーバックというかサイドバックが上がって、えー、広がられた時に まあ、詰めに行くっていうこともそうですし、うん、前ばっかりいって後ろがついてきてないっていう状況ではなくてある程度ブロックを組んで方向限定していくっていうやり方をしてました、まあ、それもあってか選手の距離感がよくペルーが、うん、序盤のうちはね、えー 日本のボランチの脇っていうのを使えてましたがそれ以降は使えなくなってロングボールを対応したりサイドチェンジを多くしたりという工夫はしていった中でですが、まあ、日本は自分たちのペースで守備もできたんじゃないかというふうには思います、まあ、全体を通して日本のうーん試合展開だったんじゃないかなと思います後半はね持たれたっていうのはあるにしてもお、まあ、点差もありますし ペルも行かなきゃいけない点いもありますし、まあ、そういう部分では、うん、日本がボールを持たしてたと言ってもいいんじゃないかなというふうには思います。まあ、その分、カウンターっていうところはね、狙えていましたし、うん、後半のね、18分の伊藤純也の点なんていうのは、取った瞬間に、えー、前田のね、こう、裏をっていうことで、 パスを出して、まあ、そこで潰れることで、まあ、こぼれ玉を展開して三のから伊藤の得点につながったカウンターということもできましたしいい試合の運び方でだったんじゃないかなというふうに思っています前半が、ね、やっぱりキーだったなと思うんですが右サイドで作って左サイドを勝負したということです 右サイドのね、菅原にしても伊藤にしても、伊藤のスピードがあるって言っても、伊藤がね、中で持った時には菅原がオーバーラップして、えー、クロスを上げるっていう場面もありましたし、鎌田が右に流れてきたことによって、まあ、遠藤も含めてね、ちょうど数的優位 ボールを拾えたりっていうこともあったので右である程度組み立てられたっていうのは今回あったと思いますそして伊藤のスピードもある分相手のセンターバックが寄ってきたりとかしたのでうーん1点目の伊藤洋樹の点もそうだし2点目の三笘の点もそうだし右サイドで組み立てて左サイドで勝負できたという日本のね得意なところっていうのは出せたんではないかなと思います 最初のうちはね、なかなか三笘とか伊藤弘樹がボールを持てなかったんですけれども、結果こういうふうに右サイドが調子がいいとかボールが持てる状況、相手との力量もそうですけど、そういうことで右を崩して、どういうか相手を集めて、左で勝負するっていう形ができたというのは非常にチームとしての戦い方っていうのは僕はできてたなというのは印象的でした。 守備の面でも、ね、距離感が良かったっていうことでも守備の面が距離感いいってことは攻撃になった瞬間もある程度選手間の距離っていうのはいいものですからあーい,い,いい、奪った後のボールキープもそうだし、家庭の意識っていうのも出てきてますんでそういうところでのチームでの戦い方っていうのは1戦目よりはるかに良かったんではないかなというふうには思ってます。 まあもちろんそれは、ねえー、森保監督のサッカーをしてきたっていう選手が、ね、ベースでいるにしても1戦目の反省ではないかなというふうには思いますそして攻撃ということに関しては名波、まあ、コーチ前田コーチが入ったからかは分からないですけれども2点目、長村選手キーパーですね、えー、組み立てからあー右サイド 菅原選手と伊藤選手のワンツーで崩して菅原選手が真ん中の鎌田選手に渡しまあ鎌田のねこうすごいトラップっていうのかな、うん、完璧なトラップからあ古橋の裏でもいいし三笘の足元でもいいしっていう状況から三笘の足元そして三笘もドリブルをしながら相手の距離感を見てシュートを打って当たって入るという。 自分たちのビルドアップからの得点ということでは攻撃の形っていうのは出せたんではないかなというふうには思います。あとはねやっぱり七ナ海ナコーチもそうですけどやっぱ「縦縦」っていう言い方言い方といいますかねやり方やっぱみんな意識してたし前はなんとなく外へ預けて外で勝負しようとか。 うん斜めの三笘が空いてるから三笘出しておこうとかっていうことはありましたが中盤で取った瞬間にもう一回前に当ててそして相手を引き寄せておいてサイドっていうこともしてましたからそこの意識は出てきたんではないかなというにも感じてましたあとは後半はね、まあ、前半のその得点とかがあった分 ボールも取りに行かなくても相手は、ね、保持しながらーやらせておいてカウンターをするということそしてそのプレッシャーによって相手のミスから前田が得点をしたということ、まあ、最後の失点はちょっといらなかったですね今セコが入ってボランチの形にはなったんですけどおクロスを上げられた瞬間にやっぱ立ち位置っていうのは遅かった。 これは自分がセンターバックだった時には立ち位置っていうのは意識するんですけどもやっぱ弾かれたものとかこぼれ球っていうところは少しまだまだ経験が足りなかったなということでの後手だからこそクロスを拾われてクロスをクリアしたのを拾われて点を取られてしまったということがありましたなのでね今回もこの6月シリーズでですね 読んだ中で、まあ、シュミットと川崎だけかな、出てないのは、まあ、みんなが出られたというところでは、あよかったと。力量を考えたらね、エルサルバドルの時にいろんな選手を使える、初選手を初招集の選手を使えたりとか、まあ、試すことがある程度できたっていうのは、まあ、結果、良かったのかもしれないですけど、試すということでいうとなかなかね、10人になった相手っていうのは、まあ、評価がしづらいとね、前回言わせてもらいましたけど、 評価がしづらい中で選手は試せたけどもチームとして試すことはなかなかできなかったただベリュー戦は序盤からの守備の仕方にしても取ってからの攻撃のアプローチにしても距離感っていうことをみんな意識してやってたなという印象を受けましたまあこれは本当一戦目からの反省があっての二戦目 まあだからこそバランスも崩れず戦うことができたと思います。今度の9月戦9月のドイツ戦はもうまさにドイツは日本にワールドカップでやられたっていうのがあるからこそもうこてパにしないと気が済まないんじゃないかということで。 戦わななななきゃゃいいいいいけないんじゃないかなという,ふうには思いますドイツが招待して日本をと戦うっていうそこまでワールドカップの影響は大きいなと、まあ、だからこそ日本も心して戦わなきゃいけないということでの期待感はものすごい大きいですそしてホームでドイツがサポーターの前でまた日本に対して うがいない試合をしてしまうと相当なプレッシャーだと思いますんでこの9月のドイツ戦はものすごい今後の日本を占う上でも自信をつけるかそれともやっぱりまだまだ足りないかっていうところで、えー、自覚をさせられるか、まあ、そういう本当のアウェイの戦いというところを経験できるんじゃないかというのでめちゃくちゃ楽しみです。 そういう意味でもこの6月のシリーズをいろいろな選手を試しながら9月に向けて準備という形にはなりますが今回海外組はシーズン終了ですなのでやっぱり疲れをしっかりとって新シーズンを迎えての9月の試合になるんでまたコンディションのばらつきとか調子のばらつきっていうのは出てくるのかなというのはちょっと懸念点ではありますが リフレッシュして大会という、まあ、リーグが始まってこの9月シリーズっていうか9月のドイツ戦になるのでヨーロッパ組も海外組ですかもうリフレッシュできて試合を望めるんじゃないかなというふうには思います、まあ、海外組の方はもう1年間お疲れしかでした、まあ、ゆっくり休んでもらえたらいいなと思います 今回の6月シリーズも期待を持てるゲーム内容だったのかなというふうには思いますのでまたね9月の代表戦ドイツ戦がものすごい楽しみの6月シリーズの終了ということですねえ非常にいい形で終わったんじゃないかなというふうには思います海外軍もね疲れてるんでここでゆっくり休んでえ次のそれぞれのクラブチーム ま移籍する選手もいるでしょうし、うん、海外組になって、えー、また招集される人もいるでしょうしまたねどういうメンバーを選んでいくかとかベースはある程度決まっている中で今回守りの選手はあまり変えずに、うん、前の選手を変えていった鎌田がいたから古橋が生きたんじゃないかっていうところもありましたし久保と同門は相変わらず コンビネーションもいいし旗手、うんまあ、と三笘もね一戦同様良かったですし三笘と伊藤弘樹もね非常に良くなっているのでその選手層の厚さっていうのは非常に大きくなってますねあとはユニットというところでの強固なユニットっていうのは増えてきたのでそこのまた、うん、噛み合わせというかコンビをどう チームに落とし込んでいくかっていうのもこれからね森保監督の采配っていうのも楽しみになってきましたまあ今日のゲームは非常に応援しがいもあるしサッカーも見がいもあった試合ではないかなというふうには思いますチャンネル登録そしていいねを是非お願いします また、あ日本代表戦に向けて、えー、YouTube を撮っていきたいなと思いますので、でよ,ね、よろしくお願いします。それでは。